ビシャーンビシャーン。歯がなくなると、はい、うん、くそかったね。歯がない。歯がないとき。食べられない。なくならないためには歯磨き。歯磨き。うん。シシシシシシシ。おいしい。明日みんなで来てください。よろしくお願いします。それかおぼたぼたれいってらね。太陽これぐらい、フラフフラフフラフ、これぐらい。吉田さん、ゾエ族の人たちに歯磨きをしてもらいたい。これはね、やっぱ吉田先生が言ったから、はい、なんか役に立ちそうだなって感じしますよね。芸能人の方が行かれてもですね、うん、こうはいかないと思う、はい、っていうのは感じますけれども、はい、そのプックルっていうのを実際に持ってきていた、はい、うん、これぐらい大きいものなんですけど、基本的にはすごい清潔な人たちで、うん、毎日これも洗ってます、皮で。で、口の中を見ますとですね、プックルっていうのは歯垢を生むわけですよね、うん、プックルがあることによって、うん、口を完全に閉じられないんですね、うん、はあはあ、閉じられないんで、唾の循環が悪いんで、うん、前歯のところに関しては特に乾燥して、うん、歯垢ですね、それが残りやすくなりますね。歯を磨くというその文化ですかね、うん、これも一つのね、で、なぜ彼らがなかったのか、はい、っていうのが非常にやっぱり歯がいいんですよ ね、 そうですね、きっと圧倒的にみんな歯が良かった、いいですね、比較でいいように見えたんですけど、悪い人はもう多分亡くなってるんですよ、あのその人自身が。そうですね、食べれないっていうことはもう生きてない、うん、そうだと思います、はい、我々が逆にね、ちょっと食生活を学ばなきゃいけないということも必要かなと思いましたね、はい、それは感じました。なるほど。じゃあここでクイズに行きます。ゾエ族のシンボル、プックルをつける儀式からこんな問題です。ゾエ族はアマゾンでも数が少なくなってきたラ族です。シンボルであるプックルは乳歯が生え変わる頃につけ始めます。その貴重な儀式を世界で初めて撮影することができました。穴を開けるのはシリッチャちゃん、推定7歳。使うのはこの3つの道具。猿の骨で唇の下に穴を開けていきます。穴は将来大きくしていくので歯茎スレスレに通します。これでシリッチャちゃんも一人前のゾエ族の仲間入りです。だけど不思議だと思いませんか？麻酔も使わずに穴を開けたのに、シリッチャちゃん泣きもわめきもしません。それは儀式の前に秘密がありました。麻酔の代わりにあることをするので、こんなにぐったりして痛みを感じなくなるんだそうですが、さてシリッチャちゃんをどうやってぐったりさせたのでしょうか？これは面白い問題ですね。これは大人でもぐったりしますか？大人でもね、疲れるでしょうね、ぐったりするでしょうね、うん、なんかちりこちゃん嬉しそうだね。分かっちゃいました。分かっちゃった、はい、すごいすごい。じゃあお書きいただきましょう。どうぞ。いやもうぐったりいいですか、ケイさん？いや、いけいけ。はい、まず坂下清水組です。これフルマラソンさせる。あのぐったりした感じのうつろな目とかは、もうフルマラソンした後に出す表情なんですよね。あ、やったことあるんだ？ないですけど。何がそれ。木村太郎組でございます。どん、これもすごい。逆さに吊るしてます。私は彼女の立場だったと考えて、でどうやったらぐったりするかなと思って逆さに吊るしていただいて、あの吊るすだけだったらこう血液が集まっちゃって、うんうん、入れた時にブシャー出るんじゃないかなと思って、クールダウンしてから血が下がるのを待って、絶対ってことですね。はい、大慶さんと桜ちゃんは怖い生き物に追いかけてもらう。ずっと延々走り回らなきゃいけないような状況に。石坂さんと秋野さんです。どう？睡眠カット。寝かせないっていうのが一番子供ぐったりするんですよ。
うちで子供もそうですけど。どうやって寝かせないようにするんですか。寝そうになるとみんながこう揺すったり前でいろんなことやったり、ちょっと叩いてみてほしい、先生したりとか、いろんな立たせたりとか。正解はこちらでございました。儀式の6時間も前からあることが始まりました。シリッチャちゃん、大人に腕を振り上げられ踊っています。踊るの？いえ、踊らされています。無理やり振り回されっぱなし。大人たちは交代でシリッチャちゃんを踊らせ続けます。儀式まで6時間休むことなく踊らされ、シリッチャちゃんはぐったり。痛みすら感じる余裕もないのです。というわけで正解は長い時間踊らせるでした。これはね、秋野さんなんかかなり惜しかったんですけどもね、吊るしてるようにも見えたんですけどね。逆さじゃなかったですかね。さあ、実はそのアマゾンのインディオたちを守っております、あのインディオ管理局であります府内も歯のことは大変気にしていたそうでございます。で、刹那機が村に画期的なものを運んでまいりましたので、旅の続きをご覧いただきましょう。ゾエ族の村にインディオ管理局府内が頼んでいたものが到着した。最高責任者のシドニーさんはそれを設置するためにやってきたのだ。Nós podemos auxiliá-los para que eles continuem usando o Potoru, mas sem grandes sofrimentos. 届いたのは歯科治療器。吉田さんが来たことで予定を早めたのだ。ゾエ族にとって歯は部族の滅亡につながりかねない問題だ。プックルを外すことなく丈夫な歯を保つことがシドニーさんたちの願いだ。吉田さんは明日ここでゾエ族の人たちに歯磨きを教える。何人来てくれるだろうか。役に立ちたいんですよ、とにかくそれだけです。ゾエの人もやっぱ役に立ちたい。翌朝、診療所の前に泊まり込んだ人たちもいた。いや、みんなが来てくれるからやっぱ不安です。村人が続々と集まってきた。入れるだけ入ってください。ヌシさん、どうぞ。第1号、初めて見る治療器。気分はどうですか。ここのこの歯に。汚れがつきやすいから、きれいにしていきましょう。ヌシさん、こういうふうにこの白いのこれ、が歯の汚れ。ヌシンさん、生まれて初めて歯を磨く。前歯にたまる歯垢が問題なのだ。素晴らしい。主さん、素晴らしい。最高の笑顔ですね。最高です。ありがとう。じゃあ次、お母さんどうぞ。背中倒しますね。ゆっくり倒れますよ。はい。前歯の噛み合わせが悪いので歯垢が溜まりやすい。
そう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 。オッケーオッケーオッケー。そうですそうですそうです。前歯。うん。一方さんめちゃめちゃ上手ですね。すごい。歯の表面ツルツルです。ね。あ、ツルツル。うん。ありがとう。ありがとう。鏡を見ながら歯を磨く習慣をつけてもらいたい。Mas ela tá com um dentinho bonitinho, ah, olha aí, ó. Ah, mas que bonito. Funai は今後定期的に歯医者の先生を呼ぶことに決めた。吉田さん、診療所の前に看板を置く。出発の時間だ。歯から命の象徴であるハートまでがつながっているっていう絵を描きました。自分にとっても最高の思い出ですし、一番考えるのは僕の子供にたくましく育ってもらえるきっかけになったらなと思います。リスさんありがとう。ありがとう。リスさんピカピカピカ。うん、ナハイン、ナハイン、ウテテラブ、ウテテパ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 。また綺麗にするしに来るから、その時まで元気で歯磨きしといてください。うん、あちゃあちゃ。歯磨きの習慣、ゾエ族に根付くだろうか。実感として根付くと思いますよ、歯磨きの習慣っていうのは。何らかの方法ではすると思うんです。すごい綺麗好きな人たちなので、なるほど、はい、プックルもあれだけ清潔にしてますから。で、一回気持ちよさを覚えたら、その気持ちいいのが続いた方がいい。彼らも気づいてくれたらいいなと思って、で、僕が彼らの歯を綺麗にして、その気持ちよさを体験してもらいたかった。なるほどね、はい、すごくああいうもんって恐ろしいはずと思うんですよ、見たことのないこと、ところで見たことのないことされるのは、でもみんなが喜んでくるっていうのは好奇心もあるでしょうけど、やっぱりかなり信頼されてるんだなっていう。そうですよね、はい、谷さんいかがでした。文化を守るのが大切か、はい、それとも歯の健康を守るのが大切なのかって大変最初の頃は難しいなと思ったんですよ。でも吉田先生のあの後半のあれで大丈夫、うまくいきそうな感じがしますね、この関係はね。うまくいきそうですよね。いきそうだと思います。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。改めて吉田先生にもお疲れ様でした。ありがとうございました。から吉田慎一郎さん、ぜひ一つ先生をお越しください。どうもありがとうございました。トップ賞はこちらでございます。すげえ、まさに芋づくしてる。北津さんがですね、提供してくれました、ナルト金時でございますけど、サルダー、懐かしいもん。これが私の金時です。あ、平田さんのだ、これ。これは平田の、これは秋野さん用にね。40箱、ここは40箱をくれてますから、はい、今夜はテレビをご覧の皆様にも素敵なプレゼントがあります。 JAL パックより旅を料理に例えた女性向けの新商品、アバ私のこだわり旅レシピ、ソウル3日間の旅をペアで1組にプレゼントいたします。番組の最後にキーワードがありますので、そちらを書いてどしどしご応募ください。お待ちしています。ということでございまして、本当に改めて皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。本日の応援で失礼させていただきたいと思います。